はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日はリアルタイム対戦の方をしていきたいと思います。前回久々にリアタイ動画の方を上げたんですけど、また見たいと言ってくださる方が多いので上げることにしました。リアタイ動画の方も評判が良ければ引き続きやっていきたいと思いますので、ぜひリアタイ動画の方も拡散高評価の方をしてくださると嬉しいです。皆さんの高評価がリアタイ動画のモチベーションにつながっています。そして今日の企画は横浜純正でリアルタイム対戦の方をやっていきたいと思います。自分自身無課金で12球団を主にやっていて、純正の方は他の YouTuber さんみたく選手はそこまで揃っていないんですけど、ベイスターズに対する愛は強いのでしっかりと戦っていきたいと思います。先発の方は平松さんでいきたいと思います。自分自身リアタイの実績は3年連続スピチャン出場とありますが、今現在の実力はないので猛者の方にだけは当たらないことを祈って試合の方に行きたいと思います。どうぞ。はい、ということでね、まあ言ってるそばから猛者の方が来てしまったんですけど、しっかりとね戦っていきたいと思います。まあやるからにはね、まあ動画的には美味しいのでしっかり頑張っていきたいと思います。まあそうやって切り替えるしかないですね。さあ梶谷選手、まあ一番好きな選手であるんですけど巨人に行ってしまいましたね。まあでもね、しっかり引き続き応援の方はしたいなって思います。さあしっかり先頭大事マジで。さあ集中、よし、いいね。さあ先頭出たのはでかいと思う。まあここのねスピリッツ負けしないゾーンでなんとか頑張りたいですね。さあ、さあ筒香選手、オッケー、いいね。まあ無駄にねアウトにならなければ 2,3 点は絶対取りたいですね。 2,3 点取れれば多分相手にもプレッシャーかかると思うので、なんとかつないでいきたい。なんなら貯めたいですね。おお、ちっちゃい方投げてこないですね、なかなか。さあ何で来る、そろそろ来んじゃない。よーし、ドンピシャ、オッケー、いいね、いいね、いいね。お、宮西選手できましたね。宮西選手タイピンチはついたか、まあしゃあない。まあ代打出せないのでしっかり打ってきます。さあマジで初回大事。あ、この外から入ってくるスラーブ強いですよね。大きい方を外からギリギリ、まあ、これは違うんですけど、外角から外低めギリギリに入れる大きいスラーブが一番嫌かなと思います。あ、これがもうちょい際どいとこ行ったら一番嫌ですね。こう、あー、やらかした。もう痛いって、致命傷だよこれ。純正で、純正でね、この猛者と当たるときにこういう打ち損じをしていたら絶対にやられるので、いやー、これだからね、ちょっとまあ切り替えてしっかり打っていきたい。左対左のが宮西選手は打ちやすいので。いやー、しょぼい、何して。いやー、下手くそですね。ちょっともう、すいません。さあ、もう謝ることしかできないんですけど、しっかり打ってきます。ちょっと1点じゃ絶対足んない。OK! いやー、ボールだったか、今。はい、ということで、こうなったら配球の方頑張っていきたいと思います。多分、他の YouTuber さんだったらね、こことか、なんか圧巻の5点とかね、取るんでしょうけど、多分自分はね、もう実力が落ちてしまってる身なので、まあ1点止まりということでね、ちょっとお許しください。さあ、まあでもね、ありのままをお届けするのでしっかり抑えていきたい。うん、これ振ってくんないとしんどいよな、まあ、この中途半端にストレートを投げるしかないですね。これワンチャン詰まるんだよな、もうちょい甘めに投げた方がいいですけど。さあ、これ引っかからない。いやー、まあ持ってけるよね、これボールになっては持ってけるんですよね、ヒットゾーンに。で、まあ、ここスライダー引っ掛けていいんじゃない、これシュート意識してて。よーし、いいね。さあワンアウトいいんじゃない、いけるいける。相手さんも多少ならず自分のリボン見たら緊張すると思うんで、さあその緊張を逆手にとって、いやーでもね、芯に当たってますね、やっぱり。さあ、じゃあ今度はボールから入れるやつ、ストライク、ストライクとボール、ストライクの、そう、両方使っていくのが大事で、スライダーで最後引っ掛けさせる。あー、まあ同じ手は通用しないですね。さあそうなったらストレートキワキワいって、あ、いいんじゃない、いいんじゃない。あー、ダメか、うーん、むずい。まあもう一球ストレート、いやー、さすがに捉えてきますね。さあスライダーで入れに行く、まあ、基本シュートが頭にありますよね。そうですね。で、まあそこから投げる球ないですね、多分3つストライク取る球がないので平松選手はやっぱ厳しいですね。さあ
これどう？高めの方が振りやすいんじゃない？いやー、ちょうどいいボールになりすぎましたね。ここら辺。いやー、さすが。苦しいな。変えよっかな、ピッチャー。いやー、でもせっかくタイピンチ出たし。続投でいこう。さあ、こっから入るかな。ああ、こっからストライク入るんですね。さあ、多分1点取るまでは緊張は解けないはずなんで、相手さんも。うん。さあ、難しいね。外角はどう？外角に逃げれば。いやー、振らないのしんどいな。もう投げる球がない。はい、ということで、もう佐々木さんに頼ります。もうこれしかない。これしか方法がないので、頑張ります。佐々木さんなら何とかしてくれる。さあ、打ち上げて。あー、ラッキーラッキー。これね、1個今のポイントで、真ん中のコースに投げるとあえて正面に行きやすいので、捉えられたとしてもやっぱ正面ゲーする確率が高いので、対モサになったら初球は結構ね、真ん中ら辺でフォークの使い分けがするといいと思います。いやー、打つかそれ。ちっちゃい方を入れつつ大きい方を入れたらなかなかね、捉えられないんですけど。ただもう1球ちょっと中途半端のとこから落としてほしい。どっちか分かんないぐらいに。あ、いいいい、そうそう、そこから落とせばなかなか打てないはず。で、ボール球を1球挟んで、さっきストライク入れたところ。え、いやいやいや、高い。いやー、コントロールミスったな。まあしゃあない。いやー、4点か。まあコールドは避けたいですね。さあ、ストレート詰まってくれ。お、いやー、捉えてんな。やばい、うまい。やばい、動画として成り立ってないけど、まあこのままお届けします。さあさあ、どうだ、打ち上げて。うん、投げる球がないの。いや、マジ純正の方、そう考えるとすごいですよね。これでなんか連勝とか、なんか普通に30連勝とかどんどんしてる方とかいますもんね。純正で考えらんないですね、本当に。さあ、ちょっと疲労してしまったんですけど、これを逆手に取って打ち上げて。いやー、しんどい。うまいね、相手の方。さあ、エスコバーさんに任せます。まあ、次のリアタイの大会とか純正杯来る確率もありますからね。まあ、自分は純正杯の方では出ないんですけど。さあ、いやー、捉えてくんな。さあ、三上さん、タイピン出てくれ。もうね、とにかく打たれてる時は系統ですよ。あー、タイピン出ないな。もうとりあえず系統しまくっときはなんとかなる精神で。いやー、やばい、ゴールドだ。ありがとうございました。ということで、また次回の動画も見に来てください。